こんにちは、浜田陽介です。今日はこの画用紙に2021年の絵と牛の絵を描いていこうと思います。画用紙をこのボードにマスキングテープで留めていきます。これは小学校の時から使っている習字セットですね。これで墨を擦っていこうと思います。筆がね、1本しかないんで、これでとりあえず描いていこうと思うんですが、ここに水を入れて、ここの中にたまるのが真っ黒になるまでものすごい時間がかかるんで、今思いついたんですけど、ここについた墨で、濃い墨で描いて、この薄い墨と両方使いながら描いたらいいのかもしれないと思ったので、そうやってみます。もしかするとそれが正しいやり方なのかもしれない。わかんない。はい、絵が完成しました。この絵のタイトルなんですけど、牧羊犬と牛というタイトルにしました。今撮影しているのが2020年の12月31日なんですけど、なんかね、お正月の書き初めビデオにしようと思ったんですよ。31日に始めて乾かして、また翌日に1月1日に続きを書いてみたいな、なんですけど2020年最後の絵ということになりました。
でね、今日牛の絵なんでバッグに牛の描いてあるね、こういう絵をね飾ってみたんですけど、これは2006年に描いたカウ&ボーイルっていうアクリル画なんですけど、縦60インチの横幅が74インチ、何センチかちょっと分かりませんけどの結構大きい絵です。こっち側は同じく2006年に描いたカーテンですね。これ結構でっかいです。これらが2006年頃の牛の絵ですね。2006年頃私は牛をこんな感じで描いていたんですけど、2020年、ほぼ2021年、15年後ですね、は牛はこんな風になっています。年が明けて2021年になりました。明けましておめでとうございます。今日は早く起きて初日の出を見ようと思ったんですけど起きられませんでした。なんですけど今日はとてもいい天気です。2020年最後に描いた絵を額装しようと思います。実はこれフレームに入れようと思ってたのでぴったし合います。これ剥がしていきますね。ではこれをねマスキングテープで留めていきます。こんな感じでマットに入りました。で、額はこんな感じの色の額だったんですけど、外でちょっと早速ペイントしました。で、ちょっと乾くのを待つんですけど、2021年の初ペイントはこれの額ですね。はい、額が乾きました。今日は淡い色の額にしたかったので黒を控えめにしてこんな感じになりました。フレームを、このフレームについてた金具ですね。あと紐がちょうど横にこうやってね貼って市販されてたのでこのまま戻せばいいので楽です。に入りました。というわけで今年も楽しく絵を描いていこうと思います。2021年、皆様にとっても素晴らしい年になるように願っています。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 Happy New Year! さようなら。